皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。近畿キ,キッズのどうもと一が12月11日放送のラジオ番組、近畿キ,キッズどんなもんや。文化放送に出演。スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所に代わり、タレントのマネジメント業務などを手掛ける新会社、スタートエンターテイメントの COO、最高執行責任者、 に就任した井ノ原義彦47の人柄について明かす場面があった。この日の放送ではリスナーからの次のメッセージを紹介。井ノ原さんがブログで京都南座の思い出として30年以上前、同じホテルに近畿キ,キッズと滞在していた際、自分とどうもと坊さんが笑って起きている中、 孔一さんがネタがっていたというエピソードを紹介していました。お気に入りのネタをやると孔一さんも笑ってしまって結局3人で起きていたとの話でしたが、どんなネタだったか覚えていますかこれに孔一は、そう、命からも南座の写真、メールで送られてきて、懐かしいね、って。そうなんですよね、と反応。続けて、この時の命がさ、 イノッチは俺らよりも三つ年上なわけじゃないですか。年上なのに率先してホテルのザコベッドって俺らは呼んでたんですけど、歳、ツインの部屋に三人入れられてたんで、一人が要するにエキストラベッドですね。ザコベッドにならないところを、イノッチが進んでザコベッドに寝てくれたりとか、非常に優しいですね。昔から優しかったですね。 あの人はね、と振り返った。じゃんけんするときももちろんあるんですよ。とした上で、そういうのも含めて非常に平和でしたね。楽しかったですね。南座ね、スマップの舞台でしたね。アナザー、かな、やりましたね、と、1993年に開催されたスマップの舞台での出来事だったと明かした。リスナーからの質問については、 ネタは全く覚えてへんな。未だにやってるあれかな、わら。今も昔も変わらんですよ、我々は。いのっちさんのそういう関係性というかね、昔からのそういうネタを引きずってる。それはあんまり言えるようなネタでもないような気もしてるんで言いませんけども、と、楽しそうに話していた。高一のトークにリスナーからは、 近畿より年長者やのに進んで雑魚ベッドに寝てくれるイノッチ優しい。エキストラベッドに進んで寝てくれるイノッチ優しいなーって思ってる孝一さん左向き矢印平和すぎる関係性。イノッチにはこの世代のメンバーと気兼ねなく笑い合ってて欲しいんだよ。イノッチとのエピソードトークは何だろうな、ここ最近は特に胸に響くよね。井ノ原さんが優しく、 気遣いの人だというのは多くの人に知られていますが、30年前からそれは変わらなかったということなんでしょうね。昔はアイドル業界も体育会系で先輩後輩の関係は絶対的なものだった。ところが当時から井ノ原さんは先輩にもかかわらず、後輩の近畿にベッドを譲り、自分は進んで雑魚ベッドで寝るという優しさを見せていたと。 その優しさや気遣いが現在も活かされていて、いよいよ重要なポジションを任されるようになったのではないでしょうか。ワイドショー関係者。ジャニー北川氏、去年87の加害問題をめぐり、会見を行った旧ジャニーズ事務所。9月7日、10月2日の二度にわたる会見にも井ノ原は登壇していた。昨年10月には滝沢秀明さん。 41、に代わってジュニア、旧ジャニーズジュニア。農育成やプロデュースを手掛けるジャニーズアイランドの社長に就任。藤島ジュリー稽古氏、57、からの直接のラブコールで就任を要請されたと言いますから、旧ジャニーズ上層部からの信頼も厚かったんでしょうね。東山のりゆきさん、57、 シン会社の社長就任を辞退したそうですが、経営者として敏腕と名高い新社長の福田淳氏、58、も、ずっと一緒にいるという井ノ原さんのことを芸能周りの面、タレント育成の面では全面的に頼りにしているのでしょうし、孝一さんをはじめとする所属タレントも彼の空就任に納得しているのではないでしょうか。全道。 井ノ原空の手腕で旧ジャニーズ事務所は復活を遂げる。井ノ原は12月8日付でスマイルアップの代表取締役副社長を退任し、スタート社の空に就任。会社が軌道に乗るまで経営に注力すると報じられている。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。